こんばんは。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 絶対さ、あれじゃん。あのさ、今宮丸さんのイベントを応援しにショールーム行ってた人の名前じゃん。お久しぶりですね。ありがとうございます。バスケ広島優勝したの？すごキュン、ありがとうございます。何だ、なんだっけ、オレンジのとこですか？なんだっけな、広島ってなんだっけ。キューピーとくまちゃん、ありがとうございます。直行直帰ラブレター、ありがとうございます。なんだっけな、なんだっけな、あ、ドラゴンフライズか。結婚してお断りです。エスコイン全然当たらん。でもね、たくさん今出させていただいてるからね、出てる時にぜひ見に来てください。たくさん応募してください。そうなんですよ、なんとね、北野ルカさんがエスコインに出演されるということで、今日はね、E に出てて、ちょっと練習の合間とかに見たんですけどね、すごく似合ってて素敵でした。 S もね、私もアンダーとして一緒に出演できるのがすごく嬉しいですね。目当たりました。お、イベント頑張れ。1日行きます。お、待ってます。1日はどっちだ、 S かな。 さつきちお祝い一緒にしようね。来月は、お、G9。 あさって G9。 ああ、来週外れたんだ。結婚して、あ、ことありです。ハートありがとうございます。え、外れたんだ。30、お、待ってます。あ、ね、お祈りした効果が当たった。サツキチは緑白ですかね、多分。ココハちゃんに会いたいけどな、なかなかね。え、隣でレーン並んでるの見てたよ。赤い服着てたでしょ。紅茶ありがとうございます。勝ったんだ、おめでとう、おめでとう。1日、お、待ってます。どっちの声また、あ、そう、2日間にこちらこそありがとう。ここも楽しかったよ。青春18かけるに見た、面白かったですよね。え、まやさん変わったんだ、サイリウムから。1日、お、久々。なんかね、一時期もうめちゃめちゃ毎回見に来てくれてたから。糸美希さん、わかんないです。ここはもうあんまり話したことがなくて。美 希さんの仲良しのね、ミオさんとか、ミクルさんとかは話したことがあるんですけど、美希さん話したことがなくて、わかんないです。1日当たりました。緑白、緑白だと思う。さつきちゃん多分合ってると思います。生誕お祝いしよう。14歳、14歳ですよ。嘘でしょ。あ、単色を引き継いだんだ。2日待ってます。理科なんて絡んでほしいけど絡んでほしくない。2日待ってます。今日は28日かな。来週平日、お、当ててほしいです。もどかしい。そういうあれだ、怪物のさ、小説を読み終わってさ、恒例って言ってもまだ2回ぐらいしかやってないけど、ココハライターのメールを送ろうと思って、あとちょっとだけ書きたくて、それを一生やってない。平日に目って久々なんだ。一生書いてない。あとちょっと。
2日みんな踊ってる？マジ？うれぴー、うれぴー、うれぴーマン、うれしいだけ。2日はだと、お、いいね。2日、どっちの財布ったら生誕だっけ、生誕当たったんだっけ、生誕当たったんだっけ、あれ何だったっけ、なんだっけみんな当たった報告してくれてからさ、いつ当たったのかちょっと分かんなくなっちゃった。2日は一押し、一押し誰なの。2日は S、 違う、目ん誰なの、一押しは、あ、そういうこと、あ、そうなんですね。それはもうね、振ってくださいませ。さつきちの生誕は2日か、あー、もう分かんなくなっちゃったよ。さつきち面白いエピソード、結構常におもろいけどね。なんだろうな、さつきち面白いエピソードなんかあったっけな。さつきち、さつきち面白いエピソードなんだろう、ちょっとまあ思いついたけど、あんま言わんとくわ。二押し作んないでいいから。2日は仕事、お、どんな方なんです、さつきちですか。さつきちはでもなんかお姉ちゃんがいることもあってか、メイクも上手だし、髪の毛とかも自分でやったり、すごいね、なんかなんね、あとはなんだろうな、いつもニコニコしてて怖いですよ。結婚して、あ、二人です。1日外れたの？ピエンじゃん、しっかりしてるよ。鈴木がビームの真似してる動画、12期はサータンでしょ。あ、2日、2日って制服の目だ、やったー、待ってます。うれぴー、鈴木ビームのモノマネしてたの、せっかく幕張まで。なんでよ、別にいいじゃないか、その分ココハはいっぱい来たらいいんじゃない。ココハは別にいっぱいいっぱい買えますので。いつでも。私結構いつでもいっぱい買えますので。1日2日、うわー、2連続ダメだったの嫌だね、悔しいね。2日間広島行くの？2日間広島行くの？いいな。制服の目持って、制服の目まんべんなく行くんじゃない？わかんない、いつもどうだっけ。どうだっけな、覚えてないけど。握手照れますね、握手してくれなかったけどね。ルカさん最後に岐阜イベントなの？そして、あごだりです。宮島、いいね、いいだけ当選して、そうなの、屋久島6月、あーなるほどね、3月くらい回ればいいかな。あ、3月来てくれた時くらいってこと。いやもうそれは全然、なんかココハがね言うことだよね、もう来たいなって思ってくれたら来てくれたらって感じです。ハートありがとうございます。デカ女ブーム、何、私デカいって言いたいの。パンダとアライグマ、え、そうなの、なんかそうカワウソ見て動物園行って、マジ可愛くて、もともとねカワウソ好きなんですけど、イタチ好きじゃない、握手出れるので、あんななんか人がいっぱいいるところで踊るの待てれないのに、
いつりんさんマジね、いつりんさん、いつりんさんのお顔が好きすぎる女です。月末の予定はね、分かんないね、まだデカ女ブーム、デカ女とか言ってんじゃないよ、ほんと悪口だからかわいそう、マジで可愛かった。イズリンさんを思い出した、動物園行って、お顔が大好きすぎるねえ、わかる、マジで本当に可愛くて、本当に可愛くてトレンド入りしてた。流れ星ありがとうございます。結婚してお断りです。立ち身に揃えてシークレットシークレットシューズ、にやけないように頑張りま、せん心動物いいよね、18cm すごっ。カワウソと握手したのいいな、カワウソと握手したいな、ここはもカワウソと握手したいよ。30日30日をサイリウムドレフローっていうこと？カワウソはね、ほんと可愛いからね、見た方がいいよ。カワウソと握手したいんだけど、ゴリラとめっちゃ目が合ったの？カワウソと縁のし、おえー、見たい。カワウソのシャツ欲しいな。カワウソのか、ぜひぜひ、じゃあそれはお願いします。6月30どうしようってこと？そういうこと？やっぱり分かんなくなっちゃって懐かしい、イーさんとマイさん、え、誰誰誰誰、もう何分かんない、もう分かんない、誰何こんばんは。カワウソがご飯食べてる時の顔怖いの。知らなかった。ラブレッターンありがとうございます。パンダ T シャツいいね、パンダ T シャツね。イズリンさんのことイーさんって呼ぶの、ココハだけだって言ったじゃん、呼ばないで、ココハだけだからやめて。ハートありがとうございます。かわいい、そんなユニットがあったなんて、かわっちー、それはありですよ、みんな呼んでるから、そこまでね独占欲強くないですよ。ココアのサイリウムカラーありがとうございます。ズーさん、アンズさんみたい。理想のデート別にどこでもいいかな、どこに行くより誰と行くですからね。ユニット対抗、めっちゃ楽しそう、歌合戦とかめっちゃやりたいんだけど、何の媒体だったんだろう。歌合戦とか楽しい、どこでもいいの、いいこと言うしよ。6月30日ね、6月30日ね、ココハもなんかどんな感じになるかちょっともう全く分かってないんですけど、12期だけっていうのが本当にお披露目以来なので、あの見に来てほしいなと思いますね。そうそう、何を食べるより誰と食べるか、それはね本当にそうなんですよ。12期だけって本当になくて、そうお披露目だけだったんですよ、今まで本当に。だからね、マックね、遠く行ってないな。結婚して
おことりでーす。3年連続、わお。そうなんですよ、もうなんか12期だけはねないんですよ、本当になくてなんかね、そう10月のあのだからお披露目と劇場お披露目どっちもその2回だけで、イベントとかも本当になくて、だからもう曲披露とかじゃなくてもなかったんですよ今まで。11人っていうのがそれ2回だけだったので、ぜひぜひね、今後あるかもわかんないし、その11人っていうのがね、なんかその何も知らないけど、あのなんだろう、サータンも一人ね昇格しちゃってるし、その今後ね11人でできることがあるのかわからないからさね、ぜひ来てくださいわかんないけど、ここはもうどんな感じなのかがわかりませんけど、あ、かわいい、これカワウソなの？イズリーさん浴衣着るんだ、これカワウソなんだ。なぜ11人にしたんだ、そもそも、なんで、なんでそんなこと言うのなんでそんなこと言うんだ。結婚して、あ、お二人です。これカワウソなんだね。歌合戦やりたーい、歌合戦やりたーい、ココハもやりたいよー。実際インスタとかできるようになったらさ、歌とかあげたいな。インスタなら多分いいんだよね、何歌ってもダメなのかなちょっとわかんないけど、いろんなね、歌合戦いいな。ユニット組むなら誰がいいとかある？2人じゃなくても複数でも大丈夫。でも誰でも嬉しいかな、なんかそれを機に多分仲良くなれるからね。誰でも嬉しいです誰でも嬉しいですよ。リールでタグダクダクにして、すごいなんかタグダクダクみたいなね、歌とかねやりたいよね。普通のね歌ショールームのさ、カラオケ機能めっちゃ苦手なんだよね、なんか相性があれでうまく歌えないんだよね。まあ言い訳なんですけど全然言い訳なんですけど、6日当てるね、ぜひぜひやってください。ゆうかさんのリール動物縛り結婚して、あ、二人です。マリーさん定期便、それはいいねカラオケね、まあいつかやるけどね、いつかね。1日当たったけど2日は外れたな。うん、1日がいすかな1日がいすかな、待ってますね、待ってますね待ってますよ。おー、おめでとうございます。
緑白で一緒にお会いしましょう。2日トレード、そうだよね、当たってもそうだよね。でもまあ大丈夫で見つけるから。片割れ外れたの。ルーさんの生誕、うーん、夢に出てきた。そうですよ、あ、そうだそうだそうだ、それ言わなきゃでした。もう一回いけれん、忘れてました。歌唱力の放送日が決まりまして、 SKE はなんとなんとトップバッター29の1番なんとですよ、本当にもうなんかね、1番っていうね、ちょっともうね、ね、なんかね、なんとも言えないですよ本当基準になるわけですから、そこが基準はね、ちょっとね、ちょっとね、おいおいってなっちゃいますけど、まあまあね、まあ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 、私はでもなんかまあ選ばれたらラッキーぐらいのあれなので全然あの気楽にね見たいと思うんですが、ぜひあの29のね、だから一発目に決まったので、もう本当もう9時開始なので9時から見てくださいお席は朝伝えてください、10時。歌う順番はね分かんない。あ、この日のために契約してくれたんだ、そうなんだ、嬉しい。姫香さんも出るしね、嬉しい。なのでぜひ明日の9時からきっちりバッチリ見ていただけたらいいなと思います。で、実況お願いします見れないからさ、ほんと誰か見せてって感じなんですけど、見れないからちょっと実況お願いします。契約者の方本当に頼みました。ねえ、でもなんか面白いよね、自分の歌声がね聞いてもらえるみたいなね今までないからさ、そんなこと、自分の歌声を聞いてもらうとか。あ、ミータ見れるの？明日はそうだね、キメさん出るもんね明日ね。あ、フェスチケット申し込みしてくれるんだ、嬉しい。流れ星ありがとうございます。そうじゃん、そう、10時に座席分かるので10時に教えてください10時に教えてね。ね、見える人のお家に行かせていただきたいが、12期のフェスね、来てください、お願いします。野球の合間にお願いします。じゃあ楽しくです、皆さん、よろしくです。告白さえを心の気なく振ってくれるの嬉しいです、お願いします。楽しみだなフェス、まだ何も知らないけど何もまだ知らないけど楽しみに、ポスト待ってます。こんばんは、今なんか歌唱力やってるよ、どういうことどういうこと、ちょっとどういうことだ。あ、そういうこと、過去のね、前回のやつはね 見たんですよ、資料としていただいて、前回のね見ましたよ。30来てください。
土曜日を待ってます。前回のね見ました、資料としていただけたので見ましたよこういう感じねっていうのを、なんていうの、資料として5日6日普通に申し込みます。二押し決定戦開催しないでいいよ、一押しがいれば十分だから十分だから。てかもうみんな出るわけじゃないし、やめ、そんな勝手に開催しないでねえ。そうなんですよね、規模が大きいんですよね。そうなんですよ、なんで言ってんだ、あのね、バンコクとかのね方とかもね出演されますし、割と規模が大きめとなっていますがそうなんですよ。しかもね明日の放送順的に SK なんとか STU さんっていうね、ほんとね、もう歌うまうまですから、本当歌うまうまですからね。音楽はでも本当に洋楽とか聴かなくて、そうアイドルソングとかねばかり聴いてますよ。そうなんですよ。いわちゃん虹さんとなんか面白いことあったの、知らないよ。ゆあちゃん、にじさんとなんかもら知らないよ、ここは。関係ないないかい。関係ないやないかい、それ。知らないよ。全然関係ないやないかい。ここは関係ないやないかい。歌うまじゃないよ、全然。全然違います。歌うまを目指している女イコールただのヒューマン。トゥ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 、うま、ありがとう。トゥ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 、日本のポップス。なんか最近は366日を HY さんの一人で歌うのにハマってますね。なんかドラマで、私ドラマ1話2話だけ見てちょっと離脱しちゃったんですけど、なんか366日っていうさ HY さんの曲をなんか元になのか分かんないですけど、それで今ドラマをやってるんですよ。で毎回なんかあの HY さんと一人ゲストの方で二人で歌うっていうめちゃめちゃ豪華な企画を同時進行されてて、それがねドラマ内でね流れてるんですけど、それをね聞いてなんかすごいスキマスイッチの方とコラボしてたり、そうなんかねすごいんですよ。だから最近歌うのハマってますねそれでもいい、この間一人カラオケ行った時も歌った。この歌結構なんかあれかも、歌いやすくて自分のキー的にすごいいいねって なりましためっちゃ気持ちよく歌える曲カラオケ行きたいな、明日も行こうかなマジカラオケハマってるわ普通に。何歌おうかな、じゃあ行くとしたら何歌うかな、何がいいと思う、じゃあ歌詞重くね人からだよ、アッシュの子たちがっていうよりかは、まあたまたまアクタースクールに通ってた自分たちで努力していた人たちですね自分の努力がないと何もあれですからね。同期っていうのは何ですか、アクターズスクールのですか
そうね、いいよね。そう、もちろんアクタースクールに成長できましたけど、自分の努力ですから。10年に一度、人からいいよ、楽しい。アクタースクールの同期はモロクズのあちゃん、 2.5 期生の。今年出ないんだっけ、出るんだっけ 2.5 期生。あ、誰か一人出ないんだって思ったけど、誰だろう。ノーピ出ないんだっけ。ノーピは同期ですね。でもダスクールはでも 2.5 期生はね、半年間一緒にオーディションを来てたので仲間です。仲間ですよ。一緒にステージに立ってたので。池田エラさんね、びっくりだった。でもシミサラさんとかが去年出てなかったけど、今年出演されるしね。すごい。気になる。リオのね、歌う曲とかも聞いてて、事前に。うわ、めっちゃなんかリオの声に合いそう。リオの声でこの曲聴きたいわって思ってたから、楽しみ。楽しみです。カラオケいいよね。選曲はね、本当に大事だと思います。自分の声に合った曲とか。友達と行ってアイドルさん、なんかココアはなんか同じアイドルが好きじゃない、まあ、カラオケ人と行くことがまあそもそもあんまないんですけど、時はあんまなんか有名な曲とかしか歌わないアイドルソング。リオと一緒に本戦ね、出たいですね。リオって呼んでるね。こんばんは。明日マジで実況頼みました、本当に。明日カラオケ行きたい気分になったわ。行っちゃおう。でもなんか低音は割となんていうか持ってる才能っていうか、自分の持ってるものがあるらしいんですけど、高音はなんか伸ばせるので、頑張ったら出せるようになります。低い方はね、なかなか伸ばすのに限界があるんですけど、高い方は結構鍛えれるみたいな感じです。割とココハもなんかまだまだ高音出ないんですけど、出るようになった方、これでって感じだけど。これでって感じだけど、昔に比べたら全然出るようになりました。本当これでって、その口が言ってんねんって感じですけど。ショールーム、確かに。そうそう、低い方はね割と伸ばせないみたいな言ってましたね、ボイスの先生が。栄あと栄呼びなんだ。栄呼びなんだ。栄で好きな曲でもね、いっぱいあるな。でも最近めっちゃ聴いてるのはそういうとこあるよねかな。最近だとね、ボイトレでも変わるんじゃないですかね、やっぱ。あ、栄呼びなんだ。あ、変換が楽だから。確かに英語にしなくていいもんね、アルファベットに。そういうことね。こんばんは、おもろいな。
ぱみんな好きな曲あるよね。最近ハマってるのはって聞かれたら、透き通った声ありがとうございます。眠、今何時ですか？26分、30分になったら終わります。なんか天気悪いとめっちゃ眠くなるのが、もう本当になんか天気も悪いのに眠くなっちゃったりして、めちゃめちゃなんか嫌だなっていう感じです。本当にね、ここも偏頭痛持ちなんですけど大丈夫だった。マジでなんかもういつも割となんて言うんだろう、なんか朝早く出なくていい時もその生活リズムを崩さないように朝起きる時間は決めてるんですけど、その朝急がない時はもうこの時間に起きるって。今日はね起きたんだけどね、1時間多めに寝ちゃいましたね。雨はなんか室内からこう降ってるザーザー音を聞くのとか見るのとかは好きなんですけど、外に出る用事がある時に雨降ってたりすると嫌ですね。梅雨がね、なんか今日風が強かったじゃないですか。でここサブちゃん、ココミンとコイコイと一緒に外に出てた時があってしたら、ココちゃんの傘が裏返っちゃって、なんか飛んできて、なんかココちゃんと一緒に飛んできて、ココアにめっちゃへばりついてて、めっちゃおもろかったですね。風にやられてなんか飛んできた、ココちゃんとココちゃんの傘が。なんかその瞬間だけめっちゃ風が強くてココミンも目に書いてた、そうなんだよな、飛んできた、ご飯にめっちゃへばりついてきておもろかったですね。でもなんか風はなんか涼しかったから、なんか昼とか普通に雨降ってても暑かったけど、おもろかったです。最近なんかたまたまここサブちゃんでいることが多くて、なんかねびっくり。ここサブちゃん広めてください、ほんとよろしくです。ココサブちゃん広めてくださいね、お願いします。まだあんま浸透してないから、ココサブちゃん初期からもうど初期から言ってるのに拾わんないからね。12期のココ3人組、伊藤ココミちゃんと南沢ココちゃんと奥野ココハで、ココサブちゃん全部ひらがなですね。私は K なんですけどね、ココちゃんは C らしい。そう、本当に壁車を撮った時とかが、壁車を撮った時に撮った日に命名したので、もう本当にど初期なんですよ。だからもう半年近く言い続けてるんですけど、あんまり広まってないので、まあね、3人の写真とかもないのかな、わかんないけど広めてほしい。ここは K だよ、こいくは C らしい。ぜひ広めてください。3人組発行民はね、どっちなんだろうね、プロフィールに書いてあるよね。でもね K な気がするな、
ゆあちゃんが自主練で面白い、え、なんかあったっけ、待って思い出したいな。なんかあったっけな、今日。なんかマジで最近いつも一緒にいるから、今日でしょ。あー、あれじゃない、今4人配信してる、してない、あれじゃない、多分あれだと思う。ココハ的にはなんか走りながら回るなんかその場で走りながらぐるぐる回ったらめちゃめちゃ変な感覚になるっていうのをやったんですよ、3人で、ココミンとユアニャンと。それじゃない、違うかな、それめっちゃ楽しかったけどね。それじゃないかな、違うかな、なんだろう、あとなんかあったっけな。今ユアニャン配信してない、確認したいわ。違うかな、それじゃないかな、ユニアしてない、配信してないか。まあ30分過ぎたので終わりたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい、バイビー。